どうも、恐竜です。皆さん見てください。タワーマップグレードさせて、ドルイドに似たキャラも買ってみました。はい、ということでこのキャラは、なんていうキャラだったっけ？パノラママスターですね。パノラママスターを使っていきたいと思います。はい、ということで戦っていきたいと思います。パノラママスター、行け！やば、2体。お、2体。2体同時に前に出ると無敵だね、これ。やばい。しかも、2体とも五条悟だよ、体が。無限ついてるよ。もう攻撃食らってないもん。敵が流れていって、るよ、これ。やべえよ。よしよしよし。よし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 。最強だね、もう2体前に出ちゃったら。あー、やばい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 。なんか強い敵来ないかな、ゾンビ王みたいな。あ、勝てるんじゃねこれ。これってもうやばいよね。この2体が出たらワンチャン無敵説あるよね、これ。やば。いやー、もうこの2体おったら最強じゃね。ずっと勝ちまくれそうなんだけど。はい、ということでここで早送り使っていきたいと思います。面白い。やばい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 。早送り面白いな、これ。やばいね、これ。早送りが面白すぎる。攻撃早。攻撃がめっちゃ早いですね。攻撃ペースがやばい。バン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 って1秒で何回攻撃してんのって思う。1秒で2回は少なくても攻撃してるよね。見た感じだと。いや、やばいやばいやばい。いけ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 。パノラママスターいけ。よし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 。ナイスナイスナイス。やばい。勝つのもやっぱりそれほど難しくなってくるな。でもやっぱりこの2体が前にいてくれのおかげでね、体力がどんどん減ってるよ。敵の。その状態で向かってきてくれるからこそ、こうやって倒しやすいのかもな。いや、やばいわ。はい。ということで、今回は、やばいキャラ2体。いや、同時に使ってみました。いや、やべえ、これ。はい、ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。